それでは予選2組目一発目のバトル、いくぞ！さあ、それでは勝又博物館選手が使われるこれ、ライトメロディーです。いやー、多分ね、しかも使えないですね。さあ、それでは、それぞれの声を使ってください。
選手が真ん中に留まるタイプで DS をつけてバズマタ博物館選手がうまく真ん中に当てれるかどうかが、これがね難しいところなんだけどね。もちろんバーストも十分ありえるからね。 OK、 それでは早速行ってみましょう。準決勝第1試合バーストバトル、いくぞ。3、2、1、GO。アルクさんしかまず1ポイント。ではまずはね、ギャラクシー先生フォーラムベータ、フォーラムベータベータです。実球とディフェンスを兼ねさないってやつだね。はい、対して勝間田博物館の結果はこれ、ドラキルシールド懐かしい CBD ザリングのスグミダメ、はい、スグミダメのドラキルシールド、プレスカライバー、うわ好きですよ、ドラキルシールド超好きだよ。いくぞ、最後に残るのはどっち？勝間さん。やったー！
いやー最後の最後までいやーこれは当たった当たった自然と拍手もあったそうですねもう素晴らしいバトルありがとうございました NN チャンネルあじゃあ NN ベルーン大会個人戦表彰式スタートです拍手さあ素晴らしいバトルを繰り広げてくれたこの3名に大きな拍手を送ってくださいありがとうございました。皆さんありがとうございました。熱い戦いを本当にすごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは次に春選手にも聞いてみたいと思います。ありがとうございます。ケンさんの2連覇を止めたかったんですけど、ちょっと力不足でしたね。まあ、ギリギリまで戦って負けてしまったんですけど、まあ、決勝らしい勝負ができたかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは見事優勝に輝いたケン選手の方お願いします。皆さん本日はありがとうございます。ウームスタッフさん、WBS、BBS スタッフさん、タカラトミーさん、そしてクリエイターの皆さん本当にありがとうございました。3連覇目指して次もあったらいいなと思って頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ダンスかトミックさん。いや、わかんな。同じチームの工場長さんです。チームの皆さん集まって、全部地方大賞を決めていただきたいと思いますので、今のうちにさせていただきたいよね。いいやつ。俺、決勝のあれで使ってた。こちら、南西線は1チーム3名、合計10名1チームでバトルしていただきます。はい、チームごとね、それもいいです。それもいいよ。これいいらしい。それもいい。相性がな、どうだろうな。はい、2連覇したらちょっと大将がね、一気に3連覇したところがあります。あー、それもまあまあですね。まあまあそうですね。なんか、そうですね。はい、最低点、最低点。そして使用する銘は今回今引いていただいております。ランダムの銘でございます。はい、こちら組み合わせて。はい、ということで、なんと。初めて3位。3位、同じ、俺は個人戦3位。障害者さんもおめでとうございます。団体戦3位。奇遇ですね。奇遇ですね、本当に。前回ボロボロだったから。前回僕たちボロボロでしたからね。風間さん強かったよ。いや、個人戦で勝つってのはちょっと意外でしたね。全然ノリノリじゃなかったのに、まさかこんな3位になっちゃったら思わなかった。いや、楽しめました。楽しめましたね。本当にまた俺買い直そうって思ってます。すぐにでしょ。そう、全部改造なしで。全部改造なし。で、もうだから地元いっぱいあるから在庫がまだめめで、もう買い揃える。楽しみも増えた、ね。楽しみも増えた。はい。じゃあまた次の大会で。はい。ありがとうございました。それではまた明日。